犬山線は、愛知県清瀬市の美和島分岐点から岐阜県、各務原市の新沼駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線。運賃計算区分は B。すべての駅でマニカなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。市内電車で創業した名古屋鉄道の前身、名古屋電気鉄道の初期の軍部線であり、 名古屋市と愛知県北部のベッドタウン各都市とを結ぶ。終始においては名鉄でもトップクラスである。名古屋本線と分岐する琵琶島分岐点には、乗降設備がなく、同分岐点を通過する全列車が、名鉄名古屋駅方面との直通であり、犬山線と名古屋本線琵琶島分岐点異性との乗り換えは、東琵琶島駅、栄西駅、 名鉄名古屋駅のいずれかの駅で行うことになるが、一般的には、全列車停車の名鉄名古屋駅、または急行停車駅の境生駅が利用される。犬山線沿線は、清須市西浦島町、名古屋市西区、北名古屋市、岩倉市、江南市、扶桑町、犬山市、各見原市、さらに東線からの直通列車の運行される、広見線円線のカニ市など、 名古屋都市圏のベッドタウンが連続しており、付近に競合路線がなく、犬山線に乗客が集中するためラッシュ時の混雑が激しい。途中の上、小台駅から名古屋市営地下鉄鶴舞線及び道線を経由して、名鉄豊田線との相互直通運転も行われている。また、蟹市から犬山市までの沿線には、日本ラインや犬山城、犬山城下町通り、 日本モンキーパーク、明治村、リトルワールドなどの観光施設が多数立地しており、犬山線は観光路線としての性格も有している。名鉄では犬山キャンペーンなどで集客を図っている。JR 沼駅に隣接する新沼駅で、JR 高山本線に接続して、名古屋と高山本線沿線を短絡することから、2001年までは、 高山本線直通の特急、北アルプスが一日一往復運転され、犬山線内では、岩倉駅、江南駅、犬山駅、犬山遊園駅の各特急停車駅に停車していた。北アルプス廃止後、JR 高山本線と、名鉄犬山線をつないでいた線路も撤去された。2020年現在、西春駅南側の県道交差部と、 上、お台駅北側から、中央台駅南側、補定駅付近のみが、立体交差化されている。江南駅付近、徳重名古屋芸大駅付近も、立体交差構想があったが、予算の問題により立ち消えになった。2012年、北名古屋市は、西春駅、徳重名古屋芸大駅間の高架化を提案、計画推進している。 犬山口駅付近の坂を除き比較的平坦な土地を行くので直通先の名鉄名古屋駅や地下鉄鶴舞線以外には道路線としてはトンネルはなく大きな鉄橋も犬山遊園新沼間の木曽川に架かる犬山橋のみであるこの犬山橋はかつて道路上に線路を付設した鉄道道路併用橋となっていたが渋滞が激しくなり2000年に 道路専用の新しい橋ができて犬山橋は、鉄道専用になった。2020年現在、バリアフリー化が終了している駅は、新沼駅、犬山駅、普装駅、茅森駅、高波駅、保定駅、岩倉駅、徳重名古屋芸大駅、西春駅、上尾大駅、中央大駅の10駅である。最高速度は、1968年に、 当時の名古屋本線と同等の時速 110km に引き上げられて以降そのまま推移している。名鉄名古屋駅江南駅は県道名古屋江南線とほぼ並行したルートで、江南駅付近で大きくカーブして、江南駅犬山駅は県道一宮犬山線とほぼ並行したルートになっている。上、小台駅に停車中の名鉄車両と名古屋市営地下鉄。 車両犬山方面に向かう列車は、名鉄名古屋駅から4の6分ほど走り、名古屋市と清須市西浦島町との境界となっている、庄内川に架か,かる鉄橋を渡る飛びは島分岐点に、差し掛かり、右側へカーブしながら、勾配を下る。勾配を降り終えたところには、名古屋本線西浦島駅ホーム西側へとつながる、デルタ線が分岐する、下綱入り信号場があり、 港和駅、内海駅、名鉄名古屋駅間の一部特別車特急に使われる車両などが、同信号所の下り線側にある、着発線まで改装されてきて折り返している。なお上り線の下綱入り信号場手前には、速度超過防止 ATS の調射速度をそのまま、表示した、時速 98km という速度制限標識が、存在する。 通常の書式で制限速度が時速 5km の倍数ではない速度制限標識は珍しい。同信号所を過ぎると下大駅で同駅の先では国道22号と名古屋高速6号清須線の下をくぐる。優等列車の速度はこの辺りで時速 105km まで上がる。再び名古屋市西区に入り高架に上がると中央大駅。 同駅の先で上下線は離れ、上り線は名古屋市営地下鉄鶴舞線を乗り越すため、線路の位置がやや高くなり、左にカーブする。東海交通事業場北線をくぐりながら、県道名古屋港南線を乗り越すと、右手から鶴舞線が上下線の間に割り込むような形で合流し、鶴舞線との乗り換え駅で、快速急行停車駅の上、小田駅に到着。 一部の鶴舞線列車はここから犬山線に直通する。同駅では上を名古屋第二環状自動車道、下を国道302号が交差している。直通列車の車両長が異なるため、この駅から犬山までの各駅に専用の停車位置表示が線路上に設置されている。上、小田駅を出ると一度地上に降りるが、しばらくして県道十二号と、 立体交差するために、再び降下となり、北名古屋市に入る。県道を乗り越えると、再び地上に降り、北名古屋市の玄関駅で、快速急行停車駅の西原駅となる。同駅は、東側から県営名古屋空港への連絡バスが30分間隔で、出ている。また、同駅は、島式ホーム2面4線で、名鉄名古屋方面と直通の普通列車の、 約半数はここで、ミュース会、快速特急、特急の通過待ちをする。中部国際空港の開港前は、特急も一部列車停車していた。現在は、特急はすべて通過するが、犬山線には、同空港行きの準急が運行されていて、西春駅にも停車する。次の特茂、名古屋芸大駅は、名古屋芸術大学や、 愛知県立西春高等学校への最寄り駅で、これらへの通学生の利用も多い。同駅の北側では五条川を渡る。川沿いには桜が植えられており、春先には美しい桜並木を見ることができる。川を渡ると岩倉市に入り、大仙寺駅を経て、左にカーブし、あとは直線で住宅地の中を進む。県道の立橋をくぐると間もなく、 岩倉市の玄関駅でありミュースカイ停車駅の岩倉駅となる。同駅は、島式ホーム2面4線で北側に6両編成対応の引き上線があり、名鉄名古屋方面と直通する普通の、約半数とほとんどの地下鉄鶴舞線直通列車は、ここで折り返す。また、準急は、同駅以北では各駅に停車する。同駅ではかつて、 小牧駅までの岩倉支線と、東一宮駅までの一宮線が分岐していたが、いずれも廃線となり、バスに転換されている。駅東口は2007年から2009年にかけて、駅再開発工事が行われ、駅前広場とビルマンションが建設された。鉄道専用となった犬山橋岩倉駅を出ると、S 字にカーブして北上する。 国道155号の踏切を越え、名神高速道路をくぐる手前に、石本県駅があり、さらに北上する。この辺りはもともと田園地帯で当線では最も、線形が良好な区間であり、特急や急行は最高時速 110km で、改装する。石本県駅の北方で、一宮市を少し通った後に、江南市に入り国道155号と、 立体交差した後にあるのが、快速急行停車駅の補定駅である。補定駅は2020年に高架化され、補定駅前からは、江南駅前経由で、江南厚生病院行きのバスが発着しており、また、補定駅は、上下両方向に、折り返し可能な構造のため、電車の運行見合わせの時の折り返し駅にもなっている。補定駅北東の線路隣接地に、 愛知県立美北高等学校があり、沖田高校の脇を抜けて北上すると西方に、コンクリート製の大仏が見える。これは、補定の大仏で、個人が所有する大仏ではかなり大きい部類に入り、東大寺のそれより、背が2メートル高い。市街地に入り右にカーブすると、ミュース海停車駅の江南駅である。港南駅は、港南市の中心駅で、駅税券が、 港南市の下半の他市の宮市東部や各務原市南部、大口町西部、中部に及ぶ犬山線では乗降客数が最も多い駅だが市街地の中のカーブの途中の駅なので駅設備は小規模で対比線、折り返し線はなく上下両線が同じホームを使っていて混雑が激しい。港南駅から徒歩県内に愛知県立港南高等学校と愛知県立 こっちの高等学校、私立の中高一貫校だけ中学校、高等学校があり、駅前から愛知高南短期大学のスクールバスや、高南自動車学校の送迎バス、病院敷地内に看護学校を併設している。高南厚生病院行きの名鉄バスが発着しており、高校生、短大生、看護学生などの利用が多い。このほか、水戸、ピア高南、補定駅、 江南団地、名鉄一宮駅、バスターミナル駅のバスも江南駅前から発着している。江南駅から右にカーブした後はしばらく直線が続き、江南自動車学校を過ぎてしばらくすると不早町に入り、快速特急停車駅の茅森駅である。最近までは地上駅であったが京上駅舎に改築され、バリアフリー化された。茅森駅は、 不相町内にあるが、大口町の町境に近く、町内には、駅のない大口町の玄関口の役割も持っていて、大口町内のコミュニティバスが、茅森駅、南駅前から発着している。左にカーブしながら、茅森駅を発車すると前方には、鏡ヶ原の山が見え、しばらくすると、快速急行停車駅の不相駅、右にカーブして、 直線区間の木津用水駅となる。ここから、犬山市に入り上り坂になる。カーブして坂を登り切ったところに、犬山口駅がある。犬山口駅から左へカーブして、小牧線、広見線が合流すると、犬山駅である。犬山駅は3面6線の構内で、犬山県尺も広見線側に併設されていて、駅西口には、名鉄の運転士、 車掌の事務所も設置されている、運転場の拠点であり、列車が頻繁に発着する。犬山線の普通列車は、犬山駅を、始発、終着とするものが多く、地下鉄鶴舞線直通列車も犬山駅以北には、通常は運行されない。また、鏡ヶ原線明鉄岐阜駅発着の列車も、名古屋方面からの直通は少なく、犬山駅を、始発、 終着とするものが多く、小牧線平安通り駅発着の全列車、広見線新谷駅発着の多くの普通列車も、犬山駅を始発、終着としている。つまり、犬山駅は4方向の列車の始発、終着駅としての機能を有している。犬山駅は、犬山市の中心駅であるとともに、観光の拠点駅となっており、駅東口から、明治村、 リトルワールド、日本モンキーパークへのバスも発着し、駅西口から犬山城への徒歩街道も整備された。犬山駅を出ると2分ほどでミュース海停車駅の犬山遊園駅に到着。もともとは、日本モンキーパークへのアクセス駅で2008年12月まで、モンキーパーク園内行きの犬山モノレールが、発着していたが、老朽化のため廃止され、モンキーパークへのアクセスは、 犬山駅東口からバス利用となっている。成田山、犬山うか上線上、及び名鉄犬山ホテルへは、犬山遊園駅から徒歩。犬山城へも、同駅から、木曽川沿いの桜並木道などを通って、徒歩で行ける。また、犬山遊園駅では必ず同じホームに、同じ方向の列車が発着するので、新沼駅名鉄名古屋駅方面の列車と、 犬山駅名鉄岐阜駅方面の列車との乗り換えにも用いられる。さらに進むと犬山橋で木曽川を渡る。この橋はかつては路面電車のように道路に線路が付設されていて、しかもその道路は1975年3月の名能バイパスの開通までは名古屋市から高山市などを通って富山市とを結ぶ国道41号線であった。 列車の通行が車の通行の妨げとなり、また車の渋滞で列車の通行の妨げとなることも多かったが、2000年3月道路専用橋ツインブリッジの完成により、急橋は鉄道専用の鉄橋になった。専用化後は大改装が行われ、道路上に線路が付設されていた、当時の面影はほとんど残っていない。 犬山うかい船は両端の下をくぐって運行されている。犬山橋を渡り終えると、岐阜県各務原市に入り間もなく新沼駅に到着する。2010年までは、駅手前から JR 高山本線へとつながる、単線の連絡線が右に分岐していた。この線路は2001年に運行取りやめとなった名古屋 JR 鉱山駅間の直通特急。 北アルプスが一日1往復通っていた。連絡船は北アルプス廃止後もしばらく残されていたが、現在は線路やポイントなどが完全に撤去され、線路跡地はホーム増設用地及び道路用地と建売り住宅用地に転用され、当時の面影は残っていない。犬山線としては新沼駅が終点で名鉄名古屋駅方面から来た。 ミュース会、特急や急行などの多くの列車がこの駅で折り返しているが、犬山駅発の急行や普通は、早朝の一部を除いてそのまま、鏡ヶ原線へと直通していく。逆に、鏡ヶ原線から新沼駅に到着した列車は、そのまま、犬山駅方面に運行され、鏡ヶ原線も犬山駅が運行上の起点、終点となっている。 名鉄名古屋駅方面との直通が基本で、上、小田駅から名古屋市営地下鉄鶴舞線に直通する列車もある。また、名古屋方面と鏡ヶ原線、広見線との直通運転も行っているが、名古屋方面と鏡ヶ原線との直通運転は2008年12月27日のダイヤ改正以後は減少した。岩倉駅、保定駅駅、茅森駅、 福荘駅、犬山駅、新沼駅では列車の折り返しが可能であるが、犬山駅、補定駅の折り返し設備を除きほとんどが上を台、名古屋方面向きのみである。線内で利用者最多の高南駅にはスペースの都合上折り返し設備、対比線がない。2018年には下尾台駅に片渡り線が設置され、岩倉、犬山方面への折り返しが可能となったが、 現状使用実績はない。列車種別は、ミュースカイ、快速特急、特急、快速急行、急行、準急普通の7種類である。ミュースカイ、快速特急、特急については、名鉄特急も参照のこと。全列車が2000系による運行で、大半の列車が、新沼駅中部国際空港駅間で、全日支中と、平日はおり どうやぼり、と休日朝、どうやぼりは、毎時一本が運転される。朝ぼりには新加入駅発が、平日三本、休日一本があったが、2019年3月16日の、ダイヤ改正で、平日の一本が、新沼発の増結に回されたため実質一本減便された。なお、いずれも犬山駅で、新沼駅発と新加入駅発を並結する。 2021年5月22日のダイヤ改正で、新加に行き、三家木の初、茅森駅停車のミュース会はすべて消滅した。また、新沼駅発着の列車も朝と夜間のごく数本を除いてほとんど消滅した。一部特別車特急は2007年6月30日のダイヤ改正で本格導入され、2008年12月27日の ダイヤ改正で全列車に改められた。名鉄名古屋駅犬山駅間の標準所要時分は、快速特急、特急とも25分で、表低速度は時速 68km である。犬山駅から新沼駅間は、駅間が短く、各駅に停車するため、終点まで通してみた場合は、所要29分、標低速度時速 62km となる。 実際のダイヤパターンでは、所要時分がさらに1から2分長い。なおミュースカイは、知恵に余裕をかみし犬山名古屋を29分かけて走る。名鉄が、全社的にスピードアップを進めていた1997年からの、数年間は、特急が新名古屋犬山間を23分で走破していた。一部を除いて、新沼駅での折り返し運転を行わず、 新沼駅到着後一旦、犬山県尺まで、回送運転を行う。また、平日の午後などに6両8両に増結する場合は、名鉄名古屋方面から6両で到着した列車が、同駅での折り返しの際に、名鉄岐阜方に2両増結する場合のほか、同駅で、犬山県舎場で8両に仕立てられた編成と、 名鉄名古屋方面から6両で到着した列車が車両を交換される場合もある。2008年12月のダイヤ改正までは線形4両編成による全車特別車特急も存在していた。このほか1999年から空港線が開業した2005年までは1600系の定期運用が存在したほか、8800系も動く。 わずかではあったが乗り入れていた。2001年まではキハ8500系による JR、高山本線直通機動車特急、北アルプスも犬山線を経由していた。日中は、準急と急行が、毎時2本ずつ運転されている。原則、運転系統は、以下のようになる。快速急行は、平日朝ラッシュ時登りのみの種別で、内海域と、 港和駅の2本が5000系8両編成で運転され、いずれも、名鉄名古屋駅で休行に種別変更する。名古屋岩倉間は前述の一部特別車の特急と、合わせて、ほぼ10分間隔で運転される。かつて上りの一部列車は2005年1月改正まで、保定駅、岩倉駅、西春駅のいずれかで、新沼駅から来る全車特別車特急に一度だけ、 追い越されていたが、現在はほとんど退避しない。ただし、平日朝ラッシュ時には、下り列車の一部は、岩倉駅などで退避することがある。準急は、岩倉駅北は各駅に停車する。準急が運転される、時間帯は平日と休日で異なり、休日は6から23時台とほぼ終日であるのに、対し、平日は7から23時台となっている。 なお、犬山駅を越えて運転される列車はすべて、犬山駅で普通に種別変更するため、犬山駅以南の主要駅ホームの自動放送では、犬山駅までの停車駅を読み上げた後に、犬山から普通に変わりますと放送している。最終の名鉄名古屋駅23時59分発の中部国際空港駅発新沼駅急行は、 東京駅22時発の東海道新幹線最終、光から接続するダイヤとなっている。なお、上りの最終は、岩倉駅以北の急行停車駅は、新沼駅発なるみき急行であるが、この列車は、西春駅で先行する犬山駅発なるみき普通を追い越すため、西春駅と上、小田駅からの名鉄名古屋方面への最終は、なるみき普通である。平日朝には、 地下鉄鶴内線からの急行が、岩倉駅まで2本、犬山駅まで3本、いずれも下りにのみ設定されている。使用車両はすべて、名古屋市所有の3000系、3000 50系、または N3000 系電車で、名鉄所有の100系による運用は設定されていない。2008年12月改正まで、急行、準急と犬山駅発着の普通は、 岩倉駅で接続をとっていたが、現在では、基本のダイヤパターンでは上、お台駅での同駅折り返しの鶴舞線電車との接続を除き、準急と岩倉駅折り返しの、名鉄名古屋方面直通の普通が接続するのみとなり、急行は、途中駅で普通と接続しなくなった。犬山駅における各線との接続時分は、 かかみが原線へは急行で8の9分ほど、準急で6から7分ほどで、小牧線へは、急行、準急とも下りは11から12分ほどで、広見線へは急行で4の6分ほどとなっている。また、原則として、広見線に直通する準急は、犬山駅で後続の快速特急、特急に接続するために5分ほど停車する。朝のみに設定されている、 かかみ原線に直通する列車は、金山駅、神宮前駅、名鉄名古屋駅、栄江西駅で行う駅員や車掌による放送では、犬山方面行きとのみ案内される。神宮前駅伊藤では普通に、名古屋方面の犬山経由、岐阜行きと放送されるほか、神宮前駅、金山駅の駅自動放送では、名古屋、犬山方面の犬山経由、岐阜行きと放送される。 これは、名古屋本線一宮経由の岐阜域も頻繁に発着しており、五条を避けるためである。なお、2008年12月のダイヤ改正までは、各務原線直通の準急急行が終日設定されていた。2000年3月改正までは、終日全区間同士で、急行運転を行っていたが、同改正で、全区間急行運転するのは朝と夕方以降のみと、 なり、昼は三角の駅、岐阜駅間で普通として運転されるようになり、さらに翌年10月の改正以降は昼間は、各見原線内全区間で普通として運転されていた。また、2008年12月改正前までは、昼間は、上りは、甲和駅、内海駅から新谷駅途中部国際空港駅、名鉄岐阜駅、下りは、甲和駅、内海駅、名鉄岐阜駅と、 中部国際空港駅から新谷駅という折り返しパターンだった。広見線直通系統は2008年6月29日改正までは、平日の夕ラッシュ時には三宅駅まで直通していたが、同改正をもって新谷駅三宅駅間が終日同区間内での折り返し運転に変更された。ため直通運用は廃止された。 また、2003年3月27日改正までは、全日ともほぼ終日三宅駅までの直通列車が、設定されていた。広見線、高見ヶ原線に直通する急行、または、準急が犬山から普通になる場合、大抵、犬山駅で切り離しを行う。その切り離した列車を、高見ヶ原線の名鉄岐阜駅行きや広見線の新加入駅行きにすることもあるが、 車内での案内はなく、基本的に、全量は、犬山止まりですという案内のみを行う。ただし、変わる場合は、犬山駅到着直前に案内放送が流れる。休行は、平日のお昼と夜及び休日の一部列車を除き六両編成、準急は平日朝の下りと、ユーラッシュ時の列車と休日の一部の列車が六両と、なる他は四両編成での運転が基本となっているが、 一部の急行が4両で運転されている。4両での運転は、昼間のほか深夜の時間帯にも見られるが、特に深夜の下りは上、小田駅岩倉駅間で混雑することが多い。なお、平日の急行は昼間帯が4両で運転されるのに、対して、前述の通りーラッシュ時は、すべて6両での運転となるため、新沼駅、高和駅、内海駅で、 車両交換を行うことも多い。休行の使用車両は3ドアの通勤計画種が混用されているが、6両編成の列車には6000系列、または3500系や3300系、9500系などが使用される。2019年3月改正以前は、休日には5300系、または五千七百系四両編成での運行が下り一本のみ。 設定されていた。準急は、完全に3ドアの通勤型による運用で、平日の運用は6000系列5運用と3000系列3運用で構成され、この中には6000系のガマ線、広見線、ワンマン使用者による前運用が存在する。休日は6000系列4運用と3000系列3運用と5000系1運用で構成される。なお、 2011年3月改正以前は、平日にも昼間帯に、限り5000系による運用が2 0用分、設定されていたほか、3000位系列主体で運用が構成されていた。また、休行、準急とも5000系が収益した2008年春までは、パノラマカーの6両編成も多数使用されていた。早朝には、平日に豊川稲荷行きと、公和行き、休日に、 稲駅発犬山駅で一部特別車特急用の車両による急行運用が存在する。公和駅は1200系、豊川稲荷駅と犬山駅は2200系で運転され、犬山駅が8両である以外は6両での運転で、いずれの場合も特別車2両は締め切り扱いとなっていたが、2021年3月15日から平日の豊川稲荷駅と公和駅に 限り特別車が開放され、当該列車のミューチケットが発売されている。所要時分は、名鉄名古屋駅犬山駅間が急行で32分、準急で36分前後である。1990年代には28分まで短縮したこともあったが、現在は余裕のあるダイヤとなっている。また、名古屋本線に所属する栄江駅は、快速急行は通過し、 急行と準急は停車する。2005年までの急行は朝は、栄西駅と、不走駅の両方を通過し、昼間は、栄西駅に停車、夕方ラッシュ時は両方に停車、夜は、不走駅に停車していた。他に、平日朝ラッシュ時には、普通列車を保管するために、下大駅や、中大駅に特別停車する急行もある。1993年までは、 特殊原駅に停車する準急もあったが、現在は同駅に優等列車は一本も停車しない。また、2001年までは上、小田駅を通過する休行が存在した。毎年8月10日に、各ヶ原市で行われる、日本ライン夏祭りの時には、新沼駅発岩倉駅休行が、臨時列車として運転される場合もある。ミュース界を除く、 全特急列車が一部特別車化される以前は、平日の夕ラッシュ時の下りの急行は、混雑率が高かったため、下りのみ一本増発されたり、大高和駅犬山駅間で8両に増結されたり、していた。このほか、2008年6月改正までは、平日朝に犬山経由岐阜、新加日記急行、同年12月改正までは、平日の夕方に、中部国際空港、 内海域準急が設定され、いずれも8両での運転で、それぞれ、犬山駅と大高輪駅で分割していた。名古屋方面の列車は1時間あたり、岩倉駅東岡崎駅間が2往復、犬山駅東岡崎駅間が2往復の設定である。深夜の列車は、豊明駅や鳴海駅までの運転となる。犬山駅発着のものは、西春駅で快速特急。 特急の通過待ちを行うのを基本とし、岩倉駅折り返しのものは、岩倉駅で準急と接続し、半数は、西春駅で、ミュースカイの通過待ちをするのが基本となっている。深夜には、平日、休日とも、犬山駅発新沼駅という、わずかに区間のみの列車が片道一本のみ、設定されている。この列車は、犬山駅で、 中部国際空港駅発進化2基準級と接続し一部特別車編成の6両編成で運転されている。この1本のほか休日の早朝には2200系による新宇沼駅発高話駅普通が1本設定されている。いずれの列車も特別車2両は締め切り扱いとなっている。早朝には岩倉駅下大駅の各駅から 名古屋方面への始発列車でもある、岩倉駅5時21分発、中部国際空港行きが設定されている。この列車は、名鉄名古屋駅で準急に種別変更する。これ以外にも、平日の朝には、名鉄名古屋駅で準急に種別変更する、岩倉駅発中部国際空港行きがもう一本、設定されているほか、 名鉄名古屋駅から急行となる、各見ヶ原線岐阜駅発豊橋駅と岩倉駅発豊明駅が各一本設定されている。特に豊橋駅のものは、始発駅から急行に種別変更をした後の停車駅である新安城駅まで、後続の列車に抜かされずに先着するダイヤが組まれている。地下鉄鶴舞線直通列車は岩倉駅までの運転が基本であるが、 平日の夕方は、茅森駅まで、朝と夜は、犬山駅まで区間延長される。また、平日朝には、不走駅発着の列車が一往復設定されている。快速急行、急行、順急が上、小田駅に停車して、鶴舞線と接続するので、犬山線内の鶴舞線直通の普通電車の利用者は、あまり多くはない。運転本数は、 平日の昼間は1時間に1本、休日と平日の夕方は毎時2本となる。また、平日朝は運転本数がこれより増加する。登り方は赤池駅、または豊田市駅まで運転され、犬山駅から豊田市駅までの長距離各駅停車も運転されることがある。基本的に岩倉駅で快速特急、特急と接続するダイヤが組まれているが、 平日夕方の茅森駅発着のものは、保定駅で、快速特急、特急の通過待ちを行う。また、休日の列車は、ほとんどが、西春駅で準急を退避する。1999年までは朝ラッシュ時、大仙寺駅や特殊園駅を通過する列車があった。また、上、小台駅が、急行停車駅となった2001年10月改正までは、 犬山駅発着と岩倉駅発着が毎時に往復ずつ設定され、上、小田井駅岩倉駅間では、昼間でも新名古屋方面直通のものと合わせて普通が毎時8往復運転されていた。地下鉄直通は、すべて20メートル4、扉車の6両であるが、名古屋方面の普通は3扉4両が基本ではあるが2両だったり6両だったりと、バラバラである。 近年は昼間や夕方、夜間など原社化が目立ち、昼間は3100系などによる2両編成での運用も多い。夕方や夜間の時間帯でも2両編成で運行されることがある。そのため夜間帯などでは上、お台駅で6両の地下鉄車から2両の普通に乗り換えることになり、朝のラッシュ並みに混雑することがある。 6両での運行は主に平日の朝のラッシュ時間帯のほか、昼過ぎの下り犬山駅で見られ、校舎は6000系列や3000系列で運行され、犬山駅では1番線に入線し、到着後すぐに新沼駅まで改装され、新沼駅に到着後、折り返し急行校は行きかないか行きとなるパターンが多い。なお、岩倉駅以北の急行通過駅や大線、 寺駅以南の各駅における上り、名鉄名古屋方面への最終である、犬山駅発なるみき普通は1800系に両編成で、運転されている。9500系導入前までは、SR 車による運用が存在していた。2008年12月改正までは、鶴舞線直通も犬山駅までの直通が基本となっていて、岩倉駅犬山駅間では、 名鉄名古屋方面犬山駅間の普通と合わせて、毎時4本の設定で、岩倉駅で急行、準急のいずれかと、緩急接続するダイヤが基本だった。同改正以降、準急が岩倉に北各駅停車となっているため、岩倉犬山間で普通が毎時4本運転される、時間帯は少なくなっている。また、急行と普通の緩急接続も少なくなった。犬山駅から、 新沼駅間は全列車が各駅に停車するが、昼間の普通列車は岐阜駅と犬山駅の毎時各2本のみである。基本的には犬山駅、または新沼駅で特急、急行に相互接続が行われている。犬山駅、新沼駅では一部の時間帯を除き、島内の階段の昇降を要するので、 階段の昇降不要な犬山遊園駅での乗り換えが推奨されている。日本ライン夏祭りの時などは通常犬山止まりの名古屋、小牧方面からの普通が新沼まで臨時に延長運転される。2009年から2011年の8月の日本ライン夏祭りの時は岩倉駅犬山駅間は臨時列車扱いで岩倉発岐阜行きの普通が数本運転されていた。 愛知県の統計によれば、美は島分岐点犬山遊園駅間における2010年度の輸送人員は56、53000人、延べ1キロは692、915000人キロメートルであった。平陽京時代の犬山橋名古屋電気鉄道が、市宮線、押切町から、西印連間、犬山線、岩倉犬山間を1912年までに、 開業したのが始まり。名古屋電気鉄道は、市内線を名古屋市に譲渡することになり、軍部線を新会社の名古屋鉄道に移管した。しかしその後も新名古屋駅への延伸が果たせる1941年まで、軍部線の電車が名古屋市電に乗り入れ木橋駅を発着駅としていた。名古屋鉄道は、関線として、井の山から、赤までの延伸を計画したが、 新沼駅までの開業にとどまり、関までの延伸線の免許は1927年に失効した。なお2000年までは、犬山遊園駅から新沼駅間に存在する犬山橋が、鉄道に準拠する最後の鉄道道路併用橋として知られていた。現在では、並行して道路橋が架けられたため、犬山橋は、鉄道線用橋になっている。 犬山線では、栄江瀬駅から上、小台駅岩倉駅間が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、同区間では、列車の運行が休止されることになっている。ありがとうございます。